お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。今回は、天地を喰らう2完全版、第5章、3個の霊、をお送りします。題名の通り、いよいよ孔明さんの加入ですね。今回も、各種アイテムを入手しながら、ノーカットでお送りしますので、最後まで、ゆっくり見ていってね。それでは、スタートです。鉄の剣です。さすがに長雲が木の槍ではあれなので、装備を整えます。それでは、まずは反乱軍の鎮圧に向かいます。黄金の残党かな？弱いので、さっさと終わらせます。なるほど、まだいるみたいですねー。
黄金の残党ばかりですねー。ここも弱いので、さらっと終わりますよ。なんでですかねー。結局、全部黄金の残党でしたー。ここも、あっさり終わりそうですねー。なるほど。すぐには行きませんけど、いつか行きます。それでは、流氷さんに報告しに行きましょう。わーい、深夜錠をくれました。早速行ってみましょう。本当にまだまだ発展途上ですね。ここで任命する武将は、戻ってきません。美軸だと、8章で炎系の防具が買えるようになります。美宝だと、炎系の武器になります。原作を守るなら、均等ですね。道具屋が充実します。選択は自由ですが、私は適当に美宝にしました。鉄の鎧です。これは、孔明さんのところのヒントですねー。それは大変だー。早速戻りましょう。
なるほど。でも、ちょっとお試ししてみます。ここから出られなくなってますねー。それでは、隠し通路から脱出しましょう。赤心丹です。お金です。お金です。赤心丹です。銅仙丹です。お金です。昇魂丹です。銅の盾です。銅の刀です。お金です。銅の槍です。銅の剣です。銅の斧です。お金です。
鉄の鎧です。脱出しました。でも、よくはぐれる軍だなー。こっちには行けないようになってます。水鏡先生の家でした。ちょって言ってたので、序書でしょうねー。なるほど。東の村に行きましょう。ちゃんとついてこないからですよ。あと、はぐれすぎです。なるほど。洞窟ですね。探索は序書ですね。それでは、序書のいる洞窟へ向かいます。鉄の剣です。
あっさり加入してくれました。それでは、深夜城に戻りましょう。それは、大変だー。頼もしいですね。テントがありますねー。これも楽勝かな？本体ですか。これが本体のようです。うわぁ、八卦の陣。長雲がいないと思ったら、序書が指示出してました。武将を見ましたが、八卦の陣が開陣されるので、最初は防御です。
さて、ここからが本番ですよ。助手のおかげですね。ちょっと失念してうろうろしますが、真の城の宮殿に戻ります。ということで、早々と離脱です。なるほど、西の寄りですね。早速向かいましょう。このタイミングで、フィールド BGM が変化します。ということで、懐かしの老荘村へ向かいます。まずは、降下場に行って、船をゲットです。取り忘れていましたが、このくぼみのところに、起伏炭があります。はい、向かう予定です。
福岡城に来ました。戦団のゲットと勇気の加入です。では、船着き場から老荘村へ行きます。懐かしの老荘村に到着。すれ違いですね。ということで、戻ります。戻ってきました。すれ違いますねー。
深夜に戻りましょう。ということで、もう一度孔明の庵に行きます。しかし、孔明も諸葛金も、足早いなぁ。ワープの経過なんか使えるんかな？毎度思うけど、家までの道が長いよね。ようやく会えました。ここは、起こさずに待ちましょう。あら？起きないね。起きました。無事に、加入してくれました。それでは、孔明さんの初陣です。
鉄の剣です。鉄の鎧です。では、白防災行きます。お金です。待ち構えてますねなかなかのメンツですね。柵が発動するので、防御だけで勝てますけど、攻撃します。柵発動。完璧、周装の出番がありませんでした。孔明の初陣が大勝利で終わったので、深夜に戻りますが、その前に探索です。赤心丹です。
お金です。お金です。鉄の兜です。ということで、慶州城へ行きます。有料さんが亡くなってしまいました。なんだ、こいつは。ということなので、豪快向かいます。
皆さん、孫権と手を組もうと言ってますねー。レッドクリフでおなじみの、赤壁の戦いに向かうんですねー。ここは、結局受け入れないと終わりません。ということで、第5章、3個の例でした。次回は、第6章、赤壁の戦いに入っていきます。また、見に来てくださいね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただくと、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。